はーい、どうも、てかでーす。はい、というわけで今回は、本日登場 TS 第3弾12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、本日は2時間メンテナンスがあって、それが明けたら TS 第3弾がやってきました。で、今回に関してはね、3弾っていうところで、ガチャに関しては30連のみの確定となっております。で、イベントに関しては今回、ネットスタジアムが来ております。というわけでね、まあ、去年の OB 第2弾からね、ヒーローズ、ネットスタジアム、ターニングポイント、応援団と来てたんでね、まあ、今回はね、ヒーローズが順番通り来るのか、それともヒーローズは不定期開催でネットスタジアムが今回来るのかっていうところはね、まあ、結構ね五分五分かなと思ってたんですが、今回ネットスタジアムが開催となっております。だけどね、まあ、今回に関してはね順番通り来てたところでヒーローズ来なかったんで、ヒーローズに関してはね不定期開催って捉えていいんじゃないかなと思います。で、今回のネットスタジアムの累計に S ランク TS 第3弾の契約書があるんで、ぜひともここは獲得していただければなと思います。で、ランキングに関してはいつも通り3万円で S ランクの TS 選択契約書を獲得することができます。それでは本日登場 TS 第3弾12名能力チェックやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは TS 第3弾12名能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神岡田監督でしたが、岡田さんに関しては TS 初登場、そしてプロスピエロの登場は2020年の OB 第5弾以来3年半ぶりの登場となってます。で、能力的には弾道パワーヒッターでミートから80に81、65の小5でミートパワー A 同値が狙えます。で、守備適性がセカンドメインで C63 で、突後でファーストライトが可能となってます。で、ウラン三世が補給から60、64、63となってます。で、特殊能力が超パワーヒッターチャンスやなる男となってます。というわけで岡田さんに関してはね、3年半ぶりの登場でスピリッツが上がった以外特に変更はありませんでした。で、岡田さんに関してはね、ここまで2016、17、20の OB と今回の TS っていうところなんでね、今回取り逃すとね、またしばらく獲得できないっていう可能性もありますし、まあそもそもね TS 背景の岡田さんに関してはもしかしたらね、今回が最初で最後になる可能性はあるかなと思います。続いて3年連続 TS 登場、広島長川選手でしたけど、能力の方が9位から81、62、61の完全9位型のデフォルトで9位 A となってます。で、守備適性が抑えメインで突3で中継ぎ可能です。で、球種に関してはこんな感じ、B 級市場2つ持ちのフォーク2種持ちとなってます。で、特殊能力は超奪三振切れタイランナーとなってます。だけど中川さんに関しても特に能力変更はありませんでした。続いて TS 初登場、横浜外選手です。だけど能力の方が弾道アーチストレミートが70、84、59の完全パワー型のデフォルトでパワー A となってます。で、守備適性がファーストメインで D58 なんで、特殊で C60 にできます。で、突4でセカンドレフトライトが可能となります。で、ウラン三世が補給から44、41、70となってます。で、特殊能力は超アーチ降格チャンスとなってます。だけどこの外さんに関しては2019年査定というわけで2020シリーズ1と同じ能力となってます。というところで、まあ、今回の TS 第3弾一番の目玉はこのアーチ広角の外選手になってくるかなと思います。続いて2年ぶりの TS 登場、巨人阿部選手です。だけど阿部さんに関してはね、この間の3月に侍ジャパンで登場してたんでね、登場してこないのかなと思ってたんですが、早速登場してきました。で、この後紹介する選手でもね、その侍ジャパンに登場してた選手とかもいるんで、まあ、今年は去年みたいにね、3月の侍ジャパンで登場してたから登場しないっていうのはねないのかなと思います。で、能力的には弾道パワーヒッターでミートから84、79、50の完全ミート型のデフォルトでミートへの小5でパワー A が狙えます。で、守備適性がキャッチャーメインで B72 で、突4でファーストに置くことができます。で、ウラン三世が補給から71、74、69となってます。で、特殊能力がパワーヒッター、アベレージヒッター、星となってます。というわけでね、阿部さんに関しては前回の TS が2010年査定に変更されたというところでね、まあ、前回登場した時は完全パワー型でキャッピッチャーが特殊で B で広角持っててって感じだったんですが、今回の TS に関してはこの間のサムライは2021年まで登場していた TS の2012年査定に戻ったというところで、2022年に登場した広角持ちのね阿部さんを持ってるリアタイ勢の方はね、広角持ち阿部さんがね永久保存版になってくるかなと思います。続いて4年連続 TS 登場、ヤクルト池山選手です。先能力のが弾道アーチストリミートが75、80、73の完全パワー型のデフォルトでパワー A となってます。で、守備適性がショートのみで B74 で、ウラン三世が補給感72、70、75となってます。で、特殊能力は超アーチストチャンスさよなら男となってます。だけどね、ブンブン丸と言われた池山さんなんですが、残念ながらフルスイングはつきませんでした。まあ、ただフルスイングはつかなかったんですが、ショート B のアーチストっていうところはね貴重なんで、獲得しに行くのありなんじゃないかなと思います。続いて TS 初登場、中日和田選手でしたけど、和田さんに関しては2020年の OB 以来1年半ぶりの中日版登場となってます。で、能力の方が弾道パワーヒッターリミートから83、80、58の小5でミパエ同値が狙えます。で、守備適性がレフト
ットのみで C63 で、ウラン酸性が補給から64、79、56となってます。だけど特殊でスローイング A が狙えます。で、特殊能力は超パワーヒッター広角選球眼となってます。だけど和田さんに関してはスピリッツ上がった以外特に変更点はありません。続いてオリックス版 TS 初登場、オリックス村松選手です。だけど能力の方が弾道低弾道でミートが79、67、78の称号でミート総力同値かミート総力 A が狙えます。で、守備適性がセンターメインで C68 なんで特殊で B70 にできます。で、突散でレフトライトが可能となってます。で、ウラン酸性が補給から60、70、40となってます。で、特殊能力が超チャンスメーカー流し打ち満塁男となってます。だけどね、村松さんに関してはね、ここまで3回ともねソフトバンク版が登場していたんですが、今回4年ぶりの登場で、かつ初めてオリックスバージョンが登場してきました。続いて TS 初登場、ロッテアジャ井上選手です。だけど能力の方が弾道高弾道でミートが72、79、58の完全パワー型の称号でパワー A が狙えます。で、守備適性がファーストのみで B73 で、裏の酸性が補給から43、39、40となってます。で、特殊能力が超チャンスパワーヒッター対左投手となってます。だけどね、まあ、今回アジャ TS 初登場とはなってるんですが、まあ、最近出てたね通常 S ランクとかに関してはね広角持ちだったりもするんで、広角持ちのアジャを持ってる方はね広角持ちの方を使っていくのがいいかなと思います。続いて4年ぶりの TS 登場、ソフトバンク岩崎選手です。だけど能力の方が9位から81、77、66の称号で9位制球 A 同値が狙えます。で、投手規制が中継ぎメインで突4で先発を抑え可能です。で、球種に関してはこんな感じで B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力は超タイピンチキレ奪三振となってます。というわけで4年ぶりの登場で特に能力変更はありませんでした。で、実はね、岩崎さんに関してはね、今月6月4日にね支配下登録されたというところでね、もう最近まで育成契約の選手でした。またね、支配下登録されてから約2週間ちょっとでね、このように TS 登場してきたっていうところがあるんで、今回の TS 第3弾にね結構急ピッチで組み込んできたのかなと思いますし、まあ、今回みたいに2週間ちょっとで TS 出せるのであればね、今後もね育成から支配下登録された選手とか、海外から日本に戻ってきた選手がすぐに TS 出るっていうこともね、まあ、今後期待できるような事例になったんじゃないかなと思います。続いて2年連続 TS 登場、楽天ウィーラー選手です。だけど能力の方が弾道パワーヒッターリミントが69、82、65の完全パワー型のデフォルトでパワー A となってます。で、守備適性がサードメインで C62 で、突4でレフトライト、突5でファーストセンターに置くことができます。で、センターに関しては E49 なんで特殊で D50 にできます。で、ウランサースが補給から32、36、79となってます。だけど特殊で型 A が狙えます。で、特殊能力は超パワーヒッター、プルヒッター、逆境という、特殊能力は特に変更ありません。というわけでスピリッツ上がったのみとなってます。続いて2年ぶりの TS 登場、ソフトバンク秋山選手です。だから秋山さんに関しても安倍さん同様にこの間の侍ジャパンで登場していた選手となってます。だけど能力の方が弾道高弾道でミートから85、78、75の完全ミート型のデフォルトでミート A の称号でパワー A が狙えます。で、守備適性がセンターメインで A81 で、突3でレフトライトが可能となります。で、ライトに関してはね C69 なんで特殊で B70 にできます。で、ウラン酸性が補給から70、75、85となってます。で、守備が積極です。で、特殊能力は超アベレージヒッター片道選球眼となってます。だけど前回の TS から特異能力変更はありませんでした。まあ、ただね、侍しか持ってない方に関してはね、弾道が中弾道から高弾道に変わってたりとかね、パワーの数値上がってたりとかね、まあ、デフォルトでセンター A になってたりとかもあるんで、侍の秋山さんしか持ってない方はね、今回獲得しにくくなりかなと思います。そして最後は2年連続 TS 登場、日本ハム有原選手です。だけど能力の方が9位から80、80、79のデフォルトで9位制球 A 同値となってます。で、一応ね、称号次第ではオール A 狙えるんですが、オール A にしようとすると9位制球同値ってとこが崩れちゃいます。で、投石性が先発のみで、球種に関してはこんな感じで B 球種以上4つ持ちとなってます。で、特殊能力は超タイピンチコントロール切れとなってます。というわけで有原さんに関しても特に能力変更はなく、スピリッツ上がったのみとなってます。はい、というわけで今回は本日登場 TS 第3弾12名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まあ、やっぱりね、今岡さんが来たとはいえね、セレクションっていうところがあったんで、セカンドかぶりっていうのはね、平気で出してきたなと思いました。で、まあ、今回の目玉としては、まあ、やっぱりね、欲しいっていう声が上がりそうなのは、西フォーク長川さん、アーチ広角外さん、ショートのアーチスト池山さん、あとはまあ、やっぱ一番ピッチャーで欲しいっていう声が上がりそうなのは有原さん。まあ、大体ね、このメンバーになってくるんじゃないかなと思います。というわけで、もしよければ今回の TS第3弾で皆さんが欲しいなと思った選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。